皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因としてあげられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。犬の居場所をリビング、ダイニングに制限する場合、犬が落ち着ける場所を確保する。答えは丸です。犬の居場所をリビング、ダイニングに制限した場合、家族と一緒の時間が多いだけに、犬の落ち着ける場所を確保するのが理想です。また、家族がいつもいる部屋でもあるので、汚したらすぐ拭けるような仕上げ剤を採用するなど、清潔感への配慮が必要です。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。